そこの脱獄者待つのである。ここが年貢の納め時なのだ。バッカモン、能書きはいいからさっさと取り押さえるのだ。どうしましょう。なもんこうすんに決まってんだろ。どうやっても下町に逃げるぞ。おい、ユーリ、どこに行っとったんじゃ。ちょいとお城に招待受けて優雅なひとときを満喫してた。何をのんきな。その娘さんは。こんにちは、エステリーゼと申します。いや、こりゃご丁寧に。いや、それよりも騎士団じゃよ。下町の惨状には目もくれずお前さんを探しておったぞ。やはり騎士団と揉めたんじゃな。ま、そんなとこだ。ラピードは戻ってるか。何か袋をくわえておったようじゃが。その袋は？お前さんの部屋に置いてあるはずじゃよ。なら後で取りに行って振ってみな。いい音するぜ。モルディオも楽しんでた。モルディオさんに会ったのか。当人は逃げちまったけどな。アスピオって町の有名人らしいんだ。逃げた？ということはやはり。ああ、家も空き家だったし、貴族って肩書きも怪しいな。アクエブラスティアも水漏れ通り越して止まっちまったみたいだな。怖がなくてどうにも動かん。残りの水でしばらくは大丈夫だよな。じゃが長くは持たんよ。騎士団は何もしてくれねえし、やっぱ泥棒本人からコア取り戻すしかねえな。まさかモルディを追いかけて結界の外に出るつもりか。心配すんなよ。ちょっくら行ってすぐに戻ってくっから。誰が心配なんぞするか。ちょうどいい機会じゃ。しばらく帰ってこんでいい。はあ、なんだよそれ。お前さんがいなくてもわしらちゃんとやっていける。前にフレンも言っておったぞ。ユーリはいつまで今の生活を続けるつもりなのかとな。余計なお世話だっての。Thank you.
僕も可愛い部下を二人も。お縄だ、神妙にお縄につけ。ま、こういう事情もあるからしばらく留守にするわ。やれやれ。これで金の件に関しては貸し借りなしじゃぞ。年甲斐もなくはしゃいでぽっくり行くなよ。お前さんこそのたれ死ぬんじゃないぞ。あ、待ってください。おじさん、私も行きます。あやつの面倒を見るのは苦労も多いじゃろうが、お嬢さんも気をつけてな。はい、ありがとうございます。噴水はいつ治るんですか？シロ、はい。シャンの入れ歯をし、バカモン、通れんではないか。あの女は泣かせるんじゃないよ。何勝手なこと言ってんだ。花の町ハルルに行くのなら、ほら、これ持ってきな。おい、静か。これ道し、仕方ないだろう。普通の人は町を離れないし、空白は自分で書き込む。まずは、地図にある北の…皆さんにとても愛されてるんですね。冗談言うなよ。厄介払いができて嬉しいだけだろう。おい、誰だよ、金まで入れたの。こんなの受け取れるか。待て。しょうがねえ。何事だ。ラピード、ね、犬？じゃ、まずは北のデイドン砦だな。あ、どこまで一緒かわかんねえけど、ま、よろしくな、エステル。はい。あれ？こちらこそよろしくお願いします。しばらく留守にするぜ。行ってきます。旅に必要な道具に、それにお金もたくさんいただいちゃいましたね。たく、あいつらも生活きついってのに無理していろいろよこしやがって。それだけユーリの旅立ちを心配してくれてるんですよ。今頃問題児がいなくなってせいせいしてんだろ。そんなことありませんよ。まあ、こんだけ借りを作っちまったら手ぶらじゃ帰ってこれねえ。何が何でもアクエブラスティアのコアは取り戻さねえとな。勝利の歌。決まったな、一歩前進。エステル、エステル。あいつはさっきから何ブツブツ言ってんだ。おい、ぼんやりしてると置いてくぞ。聞こえちゃいないか。おい、エステル。はい、今行きます。呼び名がそんなに珍しいのかね。
一丁やるか。よっと。次どいつだ。そうだ。生命の活力。俺に勝つのは100年早い。長生きなんです。ユーリ、こちらの犬は。ああ、俺の相棒のラピードだ。あ、こちらこそよろしくお願いします。こちらこそって、ラピードが何言ったか分かったのか。いえ、全然。まあ、そりゃそうだよな。油断は禁物です。決まりました。メタノ、決まりました。メタノは俺。全身の力がみなぎ。ユーリを追ってきた騎士でしょうか。どうかな。まあんま目立たないようにな。はい、私も早くフレンに追いつきたいですから。んじゃ、さっさと砦を抜けますか。本当に分かってるのかね。はい、いらっしゃい。かの剣将アッサムが撃った。旅をするならスキルって。スキルとは武器に宿った戦闘技術のこと。戦闘技術は本来、剣将アッサムは特殊なボーディブラスティアには力を封じ、武器を使い続けることで。お嬢さん物知りだな。昔にクリティア族が人間に伝え。へえ、ボーディブラスティア。自分に合った戦いをする。スキルを考えながら武器を得。スキルのない単純に攻撃力の高い武器も。武器に封じ込められたスキルは、その武器を装備、お前さんのボーディブラスティアに収め。その武器を装備していれば、もしその武器を外したら、その時は。スキルは4つのカテゴリーの組み合わせによって成り立っている。スキルを何個かセットすると、ボーディブラスティアのコアに門が浮かび上がることがある。例えば攻撃系のスキルばかりたくさんセット。この門は自身の物理攻撃のどう組み合わせればと。全部説明してると今ので分かった。なかなかもの。お嬢さんの読んでる本に。おっさん、こんな場所で商売やって繁盛してんの。いや、俺も好きでここにいるわけじゃないんだ。砦の向こうに魔物が出ちまって足止め食ってるのよ。魔物がだそうだ。聞いてないと。え、何か今情報を集めてくるから、そこで待っとけって。あ、私も行きます。いいよ、持って行きな。そんな。ありがとう。その本面白いの。
面白いですよ。後でユーリにも貸してあげますね。ブラスティアのことか。人の気持ち、何の因果がこの世に生まれてきちまった以上、やれるだけのことをして精一杯生きようとするのは、それもまた。あ、おい、行っちゃいました。さあな。暑い。
帝都を出て早々にとんでもないもんに会ったな。俺なんかついてんのか。怪我まで治してもらって本当に助かりました。みんなが無事で本当によかった。あれ安心した途端それ結界の外って凶暴な魔物がたくさんいてこんなに危険だったんですね。あんな大軍で来られたら結界が欲しくなるな。ここにシルトブラスティアを設置できないんでしょうか。そりゃ無理だろう。結界は貴重品だ。そうですよね。今の技術では作り出せませんから。ブラスティアを生み出した古代ゲライオス文明の技術、それが蘇っても帝国が民衆のためにってのはちょっと想像しにくいな。そこの二人、少し話を聞かせてもらいたい。だから、なぜに通さんのだ。魔物など、俺様がこの拳で簡単に倒せる魔物じゃない。何度言えばわかるんだ。貴様は我々の実力を侮るというのだな。やめろ。邪魔するな。先の仕事で騎士に出し抜かれた鬱憤をここで晴らす。おい、これだからギルドの連中は。あの様子じゃ門を抜けんのは無理だな。そんな、フレンが騎士に捕まるのも面倒だ。すごく注目されてましたね。騎士にも話しかけられて危なかったです。たぐ、目立たないようにって言ったろ。先に飛び出したのは有利ですよ。目の前で魔物に襲われそうになってるやつをほっとけねえだろ。なんだよ。ごめんなさい、フレンが話してた通りの人なんだと思って。目の前に困っている人がいると放っておけないんだってよく言ってました。あいつもそうじゃねえか。今度会ったらお互い様だってユーリが言ってたって伝えといてくれ。わかりました。ねえあなた、私の下で働かない？ボスに対して失礼だぞ。返事はどうした？名乗りもせずに金で釣るのは失礼って言わないんだな。お前、予想通り面白い子ね。私はギルド・ド・マルシェの商売から流通までを仕切らせてもらってるわ。ふん、
私今困ってるのよ。この地響きの元凶のせいで。あんま想像したくねえけど。ええ、平原の主のね。平原の主？魔物の大群の親玉よ。あの群れの親玉って世の中すげえのがいるな。どこか別の道から平原を越えられませんか？さあ、平原の主が去るのを待つしかないんじゃない？焦っても仕方ねえってわけだ。待ってなんていられません。私他の人にも聞いてきます。流通まで取り仕切ってるのに別の道本当に知らないの？主さえ去ればあなたを雇って強行突破って作戦があるけど。護衛が欲しいなら騎士に頼んでくれ。冗談はやめてよね。私は帝国の市民権を捨てたギルドの人間よ。自分で生きるって決めて帝国から飛び出したのに、当然騎士団だってギルドの護衛なんてしないわ。へえ、自分で決めたことにはちゃんと筋を通すんだな。そのくらいの根性がなきゃギルドなんてやってらんないわ。ならその根性で平原の主も何とかしてくれ。ここから西、クオイの森に行きなさい。その森を抜ければ平原の向こうに出られるわ。けどあんたらはそこを通らないってことは何かお楽しみがあるわけだ。察しのいい子は好きよ。先行投資を無駄にしない子は。礼は言っとくよ。ありがとなお姉さん。仕事の話はまた縁があれば。エステル、ちょっと休憩です。魔物が去るまでこんな場所で待ったりしませんから。あっそう、じゃあ一人で抜け道を行くことにするわ。え、分かったんですか？あ、待ってください。さっきの道教えてくれたお姉さん、ギルドの人間だって言ってたな。ギルド・ド・マルシェのカウフマンさんですね。帝国の市民権捨てて自分たちで自由に生きてる連中か。ユーリはギルドに興味があるんです？いや、興味ってがちと珍しくてな。帝都には騎士の護衛は受けないなんて肝の据わったギルドの人間いなかったからさ。この先もギルドの方々に会う機会があるかもしれませんね。あのお姉さんみたいに推しの強いのはちと勘弁だけどな。